業務終わろはフランスレユニオン出身のサッカー選手。スイススーパーリーグ FC シオン所属。ポジションは FW。終わらうと表記されることもある。インド洋上に浮かぶ海外圏のレユニオン出身で2004年にサンピエールを本拠地とする JS サンピエロのユースに加入。当時はミュージシャンを夢見ておりサッカーと並行していっていた。10年間在籍し、 2004年にフランス本土に上陸し本格的にサッカーに打ち込んだ2007から08シーズンルアーブル AC のジャンマルク・ノビロ新監督の下でオワロは飛躍的な成長を遂げたマスコミは彼のことをリーグドゥノカリム・ベンゼマと表現したシーズン途中からリーグンのアージオ・セールやオリンピック・マルセイユやパリ・サンジェルマン FC などのいくつかのクラブが オワロに注目し、海外のアーセナル FC やチェルシー FC などもオワロの同行を追った。2008年冬、PSG と4年契約を結んだ。PSG は、ルアーブルに50万ユーロを支払い、またオワロがシーズン終了までルアーブルでプレーすることを認めた。そしてオワロは、リーグアン昇格に貢献した。 38試合に出場して28得点にし、2シーズン連続で、ルアーブルから、得点王を出した。2008年7月1日、PSG に正式加入。8月9日のエース、モナコ戦でデビューした。本拠地デビュー戦となる FC ジロンダンボルドー戦で、初得点した。10月26日のオリンピックマルセイユとの、ダービーでは2得点を記録。 11月15日、フルス、ルアーブル戦で2得点した。2008から09シーズンは17得点し、トゥールーズ FC のアンドレピエール・ジニャックに次いで、得点ランキング2位に入った。UEFA カップでは、決勝トーナメントで3得点した。2009年2月18日の決勝トーナメント1回戦、VFL ボルフスブルク戦ファーストレグでは、試合終盤に2得点し、 5から1での勝ち抜けに貢献した。決勝トーナメント2回戦の SC、ブラガ戦では、セカンドレグで77分に途中出場すると、すぐに2試合で唯一の得点を決め、1から0で準々決勝に勝ち進んだ。準々決勝では、FC ディナモキエフに敗れた。2009から10シーズンは、怪我に悩まされ、前半戦はわずか1得点しか決められなかった。 後半戦に5得点して勝負強さを見せたが、結局6得点に止まり、さらにピッチの外でのクラブの混乱の影響でチームは、前シーズンを下回る13位に終わった。2011年、チームは、カタールの投資ファンドに買収されると同時に、大型補強を観光。その影響でケビンメイロからポジションを奪われた。その後メイロが不調に陥ったにもかかわらず、 ポジションを奪い返すまでには至らなかった。2012から13シーズンには、ズラタン・イブラヒモビッチ、エセキエル・ラベッシが加入し、終わろう立場はさらに悪化していった。2013年1月に中国サッカースーパーリーグの、大連アジハマ足玉クラブに移籍した。リーグ戦20試合に出場したが、わずか2得点と高級に見合う活躍ができず、契約満了に伴い退団した。 2014年1月4日、ボルドーに移籍し、1年ぶりにリーグアンに復帰した。2020年9月18日、FC シオンにフリーで加入した。2020から21シーズン、クラブの監督が、ファビオ・グロッソからマリオ・ボルカーに変わると、リーグ戦9試合で8ゴールを挙げた。2009年3月19日、リーグでの校長が変われ、怪我で離脱した。 ニコラ・アネルカに代わりフランス代表に初招集を受けた。初出場は南アフリカ W 杯後の2010年8月11日行われたノルウェー戦。ありがとうございます。